ネクターは強い効果を持った滋養薬だよ。だが常習性があるから医療関係者にしか調合や処方は許されていないんだが、近頃民間でかなり大量に闇ネクターが出回ってるようなんだ。あんたは扱ってるの？バカ言え、俺は真っ当な商売人だぞ。まあ扱えば需要は大きいだろうさ。あれは滋養効果以外に強い酩酊性があるんだ。こんな時代だ、そういうものに逃げたいやつも多いからな。そうなのか？浸水のがいいと思うが。妙なのは清涼だよ。本気になればすぐ根絶できるはずなんだが。とにかくネクタは流通も製造も謎が多い。真っ当な人間が手を出すもんじゃないぜ。